剣道でも同じなんですよ。あ、面ありだな、あ、小手入ったなっていうよりも、もっと奥の深い一流選手の駆け引き、どんなことやってんのか知りたくないですか？百秋武道具店の動画。こんにちは、百秋武道具店の動画です。やってますか？おー。今日の動画は僕の動画にしては珍しく試合の解説実況動画。解説といっても僕がやるんじゃないです。もっとすごいです。今回の動画は今出てるこれ、剣道日本の6月号、2020年の6月号に、剣道日本さんにご協力いただいて制作した動画になります。めちゃくちゃ楽しみにしてください。面白いです。今日の動画ね、一言で言うと、見取り稽古です。見取り稽古。でもちょっと違います。ちょっと違います。聞いてください。どういう感じかというと、このね、今月号、この付録に、このね、バーコードがついてて、これをカシャってやると、第67回全日本剣道選手権大会、この全日本日本のね、この間やったやつの試合の様子が見れます。それでこの本には本で、こちら筑波大学男子監督のラメ山先生、高弘先生がその試合の解説をしてるんです。どういう視点でその試合を見るべきか、その見取り稽古についてちょっと考えさせられるような一言が載ってました。今月号の42ページ、東京の教師八段畑野、俊夫先生がおっしゃってます。見取り稽古は大切ですが、見えない人には見えません。そうなんですよね、見えないんですよね。例えば僕だったらあんまり馴染みがない、フィギュアスケートとかバスケットボールもそうだよね。バスケットの試合とか見て、点が入ったは分かるわ、パスしたも分かる。でもそのね、超一流の選手がやる駆け引き、もう目線がこっちでこっちパスするとかさ、誰がおとりになってどういうチームでオフェンスディフェンス分かれるとかね、そういうのがね、もうは、やっぱり、ね、見えない。もちろん見えないし分かんない。でもね、それもバスケットボールが詳しい人が見れば分かるはずなんですよ。剣道でも同じなんですよ。あ、面ありだな、あ、小手入ったなっていうよりも、もっと奥の深い一流選手の駆け引き、どんなことやってんのか知りたくないですか？この試合序盤から松崎選手が積極的に仕掛けていきますが、とにかく竹之内選手が崩れない。彼には精神的強さ、何事にも動じない心の強さがあるのです。先制したのは竹之内選手で、相手の防御を誘っておいての面打ちでしたが、ここで注目したいのはその直前のやり取りで松崎選手の小手が惜しいところを捉えた場面です。竹之内選手の得意技の一つに、相手に小手を打たせておいてからの面がありますが、ここでのやり取りはまさにそのパターン。しかし松崎選手は竹之内選手に後打ちの面を打たせることなく小手を打ち切っている。松崎選手が相手をよく研究し、そして対応しているなと感じた場面でした。一本を先制された松崎選手ですが、落ち着いてよく攻めていますよね。通常、個人戦で一本先制されてしまうと、どうしても動揺するので、一本を返そうと打ち急ぎすぎたり、勝負もこれまでかと、積極性が削がれたりするのですが、松崎選手は先制される前と変わらぬペースを保ち続けています。そして結果的には松崎選手が面を2本奪い返すわけですが、どちらも松崎選手ならではの見事な技、相手からするとつい見てしまう彼独特の面打ちです。おそらく今、全国のトップクラスの選手たちの間でも、あれを見てはいけないね、と研究対象になっているであろう松崎選手の面は、そもそもの体の作りを含め、体重のかけ方や膝での攻めなど、
あらゆる要素が合わさった上での技ではあるのでしょうが、一つ注目したいのは打突前の剣先の動き。剣先をわずかに下げるこの動きがタイミングを一瞬狂わせるというか、相手に見させるポイントなのかもしれません。準々決勝、初立松崎選手の面がいきなり一本となりました。竹之内選手にも決めた剣先を少し下げてからの面を竹下選手もついつい見てしまったようです。竹下選手の落ち着いた攻めに松崎選手が交代する場面も見られますが、竹下選手はなかなか深追いできていないようです。一方、松崎選手に目を向けると剣先を下げることが攻めとして効力を発揮しているように映ります。この大会では何度もその動きからの面を決めていること、竹下選手自身も実際にその面を打たれていることもあるんでしょうか。竹下選手は松崎選手のその攻めに反応しているように感じられますね。私が思う攻めの条件は、相手の心が動くか動かないかという部分。その観点から言えば、松崎選手の攻めは十分竹下選手に伝わっており、試合の残り時間、反撃を許しませんでした。いかがでした？普通に見てたらなんか見逃してしまうような細かいところまですっごい見てるでしょ。これが一流の先生の試合の見方なんですよ。多分ね、ここまで細かく見るんだって思いながら見てると、今後の試合のビデオなんかの見方もね、多分絶対変わってくると思います。いや本当にね、大げさじゃなくて、試合上手になりたい子は今月号の剣道日本買って、さっきの全日本のね試合のビデオとこの鍋山先生の、ね、解説をね、こう本当こうやって見比べながらね、読んで見てってやってみてください。というのも、今日動画の中で紹介したこの解説っていうのはね、この本に載ってる、鍋山先生の解説のほんの一部なんですよ。この本にはもっと詳しく細かいところまで、2回戦があって、準々決勝があって、準決勝があって、決勝があって、この決勝がねまた面白いんですよ。さっきのね、こう松崎選手の牽制下げてこう思わず見ちゃったところを面ってなるじゃない。これでずっとこう勝ってきてるんだけど、これが決勝だとまさかの通じないんですよ。この辺ぜひご覧になってください。まあそんなわけで、今日はね、今月号の剣道日本6月号を見ながら、みとり稽古っていうテーマでお話しさせていただきました。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで、見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。